選手専門は競歩。北京オリンピック及び世界陸上競技選手権ベルリン大会男子 20km 競歩金メダリスト。ボルチンは、モルドビア共和国の首都サランスクから東へ 90km 離れたボボジモボ村の出身である。10歳の頃に、重量上げを始めたが、全く好きになれずに3、4ヶ月で辞めてしまったという。 その後3000メートル競争、5000メートル競争の長距離走に取り組んだ。16歳の頃に膝を痛め、長距離走を断念、後に自身が、競歩を始めるには遅すぎる年齢と解雇した17歳から、競歩を始めた。競技開始2年目の2005年初め、ソチ近郊、アドレルで開催されたロシア冬季選手権の男子ジュニア 10km 競歩で2位となった。 続く同年6月に禁止薬物エフェドリンの不適切使用で1年間の大会出場資格剥奪処分となった。この期間を 20km 競歩のトレーニングに費やし、2006年6月、処分明けのわずか4日後に出場したロシア選手権 20km 競歩で優勝。20km 競歩初めての出場を勝利で飾った。2006年8月の 第19回ヨーロッパ陸上競技選手権、大会 20km 競歩、2008年5月第23回、IAF ワールドカップ競歩 20km 競歩では、フランシスコ・ハビエル・フェルナンデスに次ぐ位となった。2007年8月の世界陸上競技選手権、大阪大会 20km 競歩では、戦闘集団でレースを進めたが国書から来る。 熱中症により途中棄権し、病院に搬送された。2008年8月北京オリンピック2 0トル競歩では、序盤は、先頭集団につけ、1 5トル過ぎの後半、先頭に立つと、ジェファーソン・ペレスを競り落とし優勝、金メダルを獲得した。2009年は2月ロシア陶器選手権2 0トル競歩で、 自己ベスト及びこの年の男子 20km 競歩、世界ランキング1位となる1時間17分38秒を記録して優勝。8月の世界陸上競技選手権ベルリン大会 20km 競歩では、大広シ以下を抑え、1時間18分41秒の記録で優勝した。その他オリンピックで金メダルを獲得した報奨として、 関連により、ロシア政府より、BMW 製、クロスオーバー SUV を受領した。ボルチンは2015年1月生体パスポートを、用いたドーピング検査で異常値を示したとして2008年10月から8年間の、資格停止処分を受けた。大統領候補に立つボルチンメドベージェフ大統領と、クレムリンにいて、ありがとうございます。